耳耳は動物の器官の一つで音を敵刺激とする感覚器であると同時に重力の向きと加速度を敵刺激とする感覚器でもある一般に聴覚にとって重要な器官として広く認知されているが聴覚以外にも平行角と回転角を感知しているため合わせて平行聴覚器とも言う音波を受容しそれを 感覚神経に伝える構造を持つのが耳である。動物全体で見ると耳を持つ種の割合はそれほど多いわけではないが、脊椎動物には耳を持つ種がいくつも見られる。人の場合、磁界や外自動で音を拾い集め、音によって振動する鼓膜の動きを耳小骨を用いて下牛の中へと伝え、下牛の中にある有毛細胞で神経パルス。 電気信号に変換して、下流神経を通して、大脳の聴覚中枢へと送る。なお、ほとんどの哺乳類、人を含むにおいては、五感を司る器官の中でも、耳は、生まれた時すでに生体に近いレベルまで発達している。これは、外界の危険を感じ取ったり、親とのコミュニケーション、人の場合、特に言語を、維持、学習するために必要だからと考えられる。 ただし、人の聴覚は発育とともに徐々に発達していくものであるので、乳児は成人と同じ聴覚を持ってはいない。音を感じることはできても、それを周波数別に分別して、音を理解する、即頭用の発育が不十分であるためである。検知はできるが、認知はできないのである。したがって、消化時に十分な聴力がなく、音が聞こえない状態で育った人は、 たとえその状態が成人になってから良くなっても、音声を理解することができない。脳で音声信号を処理することができないのである。これは視覚についても同様のことが言える。人の耳は外耳、中耳、内耳の三部分に区別できる。外観として目立つ人の耳界は、体外の音波を集める周音器の機能を持ち3000ヘリズを中心に、 約10から15デシベルの音響利得があるとされる。構造は、耳回軟骨、男性軟骨に、耳回筋と呼ばれる、黄門筋が取り付き、その全体を皮膚が覆っている。人の場合、この耳回筋は退化しているため、動かすことは難しい。耳回の下場には、耳たぶ、耳たりという柔らかい部分がある。人の耳回は、人の体の中でも、特徴的な形状をしているので、 様々な利用がなされてきた。例えば、磁界の形状による親子鑑定や個体識別が挙げられる。柔道、レスリング、相撲などの組技格闘技をすると、磁界が擦れて内出血を起こしやすく、これを繰り返すうちに磁全体が腫れ上がって形状が変わってしまう場合がある。この形状の変化を、日本語では耳が湧く餃子耳と呼び、英語では カリフラワーイヤーと呼ばれる。なお、この形状変化の起こりやすさには、個体差があり、耳が湧いているからといって必ずしも練習を積んでいて、強いというわけではない。といった欠点はあるものの、次回の形状はよく遺伝するので、DNA や血液型による親子鑑定が、一般的となる前は、親子鑑定の材料として用いられていた。さらに、同じ欠点が問題とはなるものの、 成人に達した人の磁回の形状は基本的にほとんど変化しないので稀に個体識別の材料となることもある。磁回の血流の変化は見て取りやすく興奮した時などに磁回が赤くなる現象が見られる場合がある。よって俗に興奮した際や強い周知を感じた際の比喩表現として日本語では耳まで赤くなると言ったりもしている。しかし、 磁界の部分が赤くなるのはこのような時だけではなく、例えば霊気にさらされた場合など、精神的な活動とは無関係に赤くなることもある。この部分は人の体の中では比較的当傷になりやすい部分であるため、寒冷地では磁界を保護する防寒具も用いられることがある。自界は前は一個の黄色繊維軟骨がもたらす複雑な浮き上がりの中にくぼみがあり、後ろは とても滑らかで、突如になっている。人によっては見られるは、耳輪の下向きになった部分にある突起で、長い耳を持つ哺乳動物の耳の穂先に対応する。以前から、人だけでなく、オランウータンやチンパンジーなど霊長類は、耳にあまり発達しておらず機能も持たないが識別するに、十分な大きさがある筋肉を持つことが知られている。この未発達の筋肉はにあたる。 理由はどうあれ、次界を動かせない、この筋肉は、生物学的機能を失ってしまったということができる。これは、禁煙主観にある騒動の証拠とみなされる。なお、人の中でも変異性があり、この筋肉を使って、実際に次界を動かせるものや、訓練を積んで動かせるようになるものもいる。一般の霊長類が次界を動かす能力をほとんど、失っているが、その目的は、 一般的な猿が持たない首を水平に回す能力で代替されている。これは、ある器官が備えた機能が後に別な機関の機能に移ってしまう例にあたる。美容整形手術によって耳を小さくしたり形を整えたりすることはという、稀にある磁界が形成されない、先天性閉鎖症や発達が小さい小耳症などへの対応として磁界を再建することも行われている。 通常の場合、肋骨部など体の別な部位から軟骨を採取して、耳の形に成形し、移植用皮膚や回転皮弁で覆う。近年では、ラットの背中で磁界を発達させ、然るべき後に移植する方法もある。しかし問題は外事にとどまらず、閉鎖症や未発達状態の磁界を持って生まれた新生児には、三半期間の未発達や欠落、または、 危険がしばしば伴う。医学が打てる初期対象は赤ちゃんの聴力や外児童と共に三半期間の状態を調べる必要があり、その結果から次回を含む自然体の修復治療計画が立てられる。20世紀後半まではサザエさんやドラえもんといった子供向け番組で家族の年長者が次回を引っ張るという児童虐待がしばしば見られた。近年では 自主規制によりあまり見られなくなっている。耳の外部に開かれた穴、外耳孔と鼓膜の間にある約2 5ト、mm、ルの環状部分は外耳道という。外側から1、3は軟骨で、その奥の2、3は骨が周りを囲い、皮膚が覆う。形状は緩やかな S 字型に曲がっている。皮膚部分にはアポクリン腺という分泌を行う線があり、この分泌物が 耳赤となる。鼓膜とは外耳と中耳の間にある繊維性の薄い膜で、寸法は直径約 10mm、厚さ約 0.1mm である。外耳道に体臭絵が覆いかぶさるような斜めになっており、中央はロート状の凹み、鼓膜へそがある。鼓膜には外面内面ともに神経が分布し、通覚に極めて敏感である。 鼓膜の内側は粘膜で覆われた個室があり、時間で咽頭とつながっている。鼓膜には自小骨という米粒ほどの大きさである三つの骨がつながっており、鼓膜側から土骨、絹った骨、あぶみ骨という。この三つの骨は関節でつながり、自小骨筋、鼓膜腸筋、あぶみ骨筋という筋肉がついている。音波を捉え鼓膜が振動すると、自小骨は連動し、 内耳へ伝える。自傷骨筋は大きすぎる音によって自傷骨が過剰に動かないよう収縮の力を加えている。なお、自傷骨を三つ持っている生物は哺乳類以外に知られていない。時間、エウスタキオ管は通常は圧迫されて閉じている。しかし何かを飲み込むなどの動きに連動して一時的に開く。この動きによって外気圧と中耳の気圧差を解消する。 これが何らかの原因で閉塞すると、鼓膜が陥没して振動しにくくなり、難聴を引き起こす。逆に解放されたままの状態だと、自らの声が異常に大きく聞こえる、自生協調という状態になる。内地全体は、側頭骨に空いた複雑な空間である骨迷路の中に、ほぼ同じ形の膜迷路が収まって形成されている。この間には、 外リンパというリンパ液で満たされている。膜迷路には前方から三半器官、半器官、前庭、下牛の三つの構造がある。前庭は三半器官と下牛に挟まれた内耳の中央にあり、側面の前庭窓で中耳の鼓膜部分と接している。その中には二つの袋があり、球形能と卵形能と呼ばれ、これらの中に有毛細胞を持つ平行板が 感覚器官として働く。脳の中には平行差という炭酸カルシウムの結晶を乗せた平行砂漠と呼ばれるゼリー状物質が有毛細胞を覆っており、体の動きや傾きなどによって平行砂漠が動き、それを有毛細胞が感知する。耳が捉えた音波は鼓膜を介して前提窓から膜迷路を振動させる。下牛はカタツムリの殻に似た螺旋状の管が、 下牛軸に二巻き半巻いた形を持つ。螺旋管の断面は前提球経能とつながる下牛管を挟んで前提界と個室界という外リンパで満たされ下牛上部でつながった二つの空洞がある。下牛管の底には高さが伸びた上皮細胞によって作られた有毛細胞を持つ螺旋機。コルト器が形成されている。膜迷路の振動は外リンパを介し根元の穴。 前提窓、卵丸窓を通って前提外内部に伝わる。そして、下牛先端で個室いへ抜け、最終的に下牛窓、声円窓で消える。この一連の振動は間にある、下牛管に満たされたうちリンパ器を揺らし、螺旋器の毛細血管に感知される。三半期管は、それぞれが直行に配置された、半円古障の前半期間、後半期間。 外側半期間の三つの管で構成され、それぞれ途中に膨らんだ膨大部という部分がある。膨大部の中には、有毛細胞の感覚毛が伸びた膨大部量、消耗があり、ここで体のバランスを感じ取る。内耳で感知された音波や平行感覚などの神経信号は、神経系の器官に属し脳神経の感覚性の一部を、なす内耳神経を伝って脳へ届く。 下牛から聴覚信号を送る部分は下牛神経、前傾から平行角などの信号を送る部分は前傾神経という。これらは内耳道の底で合流して頭蓋の中に導かれ、顔面神経の外側で脳と接続する。戦術のように外観として目立つ磁界を俗に耳と呼ぶ場合も少なくないが外耳、中耳、内耳までの全体が耳である。そして、 音を感知する部分も、平行角を感知する部分も、回転角を感知する部分も、すべては内耳に存在している。ただし、音の感知に関しては、内耳以外に外耳や中耳も一定の役割を果たしている。なお、いずれの感覚も脳で処理されることによって、初めて知覚される。音は、主に外耳より空気の振動として、外耳道を通って耳の中へ侵入し、 鼓膜により、個体の振動へと変換され、それが中耳内の耳小骨を伝わり、内耳の下牛へと到達する。なお、下牛の中は液体で満たされているので、ここまでで、気体の振動、個体の振動、液体の振動と変化していることになる。ただし、自らが発した声の場合は、自らの骨などを伝わっていく音、いわゆる骨動音も、内耳の下牛へと到達しているように、 音の伝達には別ルートも存在する。いずれのルートから来た音による振動であっても、下流に到達した振動は、下流の中にある、来て膜上の有毛細胞の毛を振動させる。この有毛細胞に伝わった振動は、有毛細胞の外にあるカリウムイオンが有毛細胞の内側へと移動し、これによって、電位の変化が発生するカリウムイオンは、正の電化を持つため、 これが、有毛細胞を興奮させ、その興奮は、電気信号となって、大脳の聴覚中枢へと達し、音として知覚される。ただし、音として知覚されるためには、それが適切な周波数、過聴域で、かつ、適切なエネルギー、強さを持っていた場合に限られる。なお、左右に二つの耳を持ち、この信号を脳で処理することによって、音源の定位なども知覚している。 また、入力された音の強さに応じて感度を変えるといったこともしている。このように、音を知覚するには脳の活動が欠かせないが、内耳で有毛細胞が音によって生じた振動を電気信号に変えてくれなければ、脳の側ではどうすることもできない。ちなみに、音を電気信号に変換している有毛細胞が活動しているかどうかは、外耳道に高性能のマイクロフォンを近づけたとき、 微弱な音が耳の中から出ていれば活動していることを確認することができるので乳児の聴覚が正常かどうかの検査に利用されることがある。音の感知に関しては内児以外に外児や中児にも役割がある。まず外児の磁界は収音器としても役立っている。これは手を磁界の後ろにあてがってみれば音の聞こえが良くなることから その効果を簡単に確かめることができる。他にも外耳道は閉館と考えることができ、これが共鳴器となり、共鳴する周波数付近の感度を上げている。次に、中耳は内耳の下牛を満たしている液体に効率的に振動を伝えるために大きな役割を果たしている。この中耳の役割を担っているのは、主に鼓膜と耳小骨だ。 個室形成術のような手術が考案されたのも、たとえ内耳の機能が保たれていたとしても、鼓膜と耳小骨とが正常に機能していないと音の聞こえが悪くなってしまうからである。中耳は内耳のように液体で満たされているのではなく、空気で満たされているので、自傷骨は振動しやすくなっており、これが振動を伝える効率を上げている。また、鼓膜も、 中耳側に凹むという形状を持っていることなど、なるべく空気の振動を効率よく受け取れるようになっている。ちなみに、加齢とともに鼓膜や耳小骨が振動しにくくなることが、老人性難聴の一因となっているわけだが、このことからも中耳の部分が音の感知に一定の役割を果たしていることがわかる。なお、中耳は時間で陰頭とながっており、外耳と中耳の間に、 気圧の差が生じた時に、この時間を用いて気圧差を解消することで、鼓膜の振動が妨げられないようにしている。人の耳は、一般的に 20Hz から 20kHz の音域を聞くことが可能で、これは過長周波数と呼ばれる。聴覚は耳の働きと同様に、中枢神経の聴覚やに損傷がなく十分に機能していることが条件だが、人の聴覚障害。 音に対する極端な鈍感さは、神経や聴覚やよりも内耳に問題を抱えている場合が最も多い。平行感覚に関係しているのは耳では内耳と呼ばれる部分のみである。ただし、人の場合、平行感覚に関係しているのは内耳だけではない点には注意が必要である。しかし、それでも平行感覚の感知や回転感覚の感知に内耳は 大きな役割を果たしている。もしも、内耳の疾患があると、耳鳴りや難聴が起こったりする以外に、めまいなどが起こったりするのは、これらの感覚が狂うためである。この内耳での平行角と回転角の感知においても、有毛細胞が活躍しており、耳石器、卵形脳藩と、球形脳藩の部分にある、有毛細胞は、主に頭部の傾斜を感知し、三半器官にある、 有毛細胞は主に頭部の回転を感知している。これらの有毛細胞からの情報が電気信号として脳に伝えられ、視覚や皮膚感覚や関節の動きや筋肉の動きなど他の感覚と統合することによって人は平行感覚を得ている。薬剤などが人の耳の機能に与える悪影響、持毒性についてはある程度の調査が行われてきた。 聴力低下を招く物質や、磁石器にダメージを与える物質をいくつか挙げておく。トルエンに暴露されると、聴力にも悪影響があることが知られている。人の場合、日常的にトルエンに暴露されていた個体において、調整脳間反応の戦時、電位変化が現れるまでの時間が長くなることが確認されている。つまり、 音の入力があってから脳で解析されるまでの時間が健康な個体と比べて長くなってしまうのである。以下は動物実験でトルエンが聴力に悪影響を与えた事例である。1200ppm、4500mg マイリメートルのトルエンに5週間暴露され続けたラットはその直後数週間程度は何ともなかったが約10週間後。 2.5ヶ月後には 4kHz の音では問題が起こらなかったものの 8kHz の音でわずかに聴力低下 12kHz 以上の音では顕著な聴力低下が見られたつまりラットはトルエンの影響で特に高い周波数において聴力障害が起こるのであるさらに調整能間反応を見ても音に対する反応速度が低下している 調整の乾反応の核波の発生が遅くなるのが見られた。他にも様々な条件で調べられており、などの条件で、ラットに、聴力低下が発生した。また、モルーモットでもトルエンは、その下流にダメージを与えることが、明らかになっている。なお、2005年現在なぜトルエンでこのようなことが、起こるのかについては分かっていない。構成物質の中でも、 網の配湯体系構成物質には自覚性があることが知られており、内耳障害を引き起こす。音の感知については、まず高音域から聴力低下が始まり、次第に低音域へと進行し、最終的には聴力を喪失する。低下した聴力は、投薬を中止しても回復しない。また、磁石器へも毒性を発揮し平行感覚を狂わせる。最悪の場合、 自責機の機能が完全に失われる。こちらも投薬を中止しても回復しない。このような抗生物質として、カナマイシン、ストレプトマイシン、ゲントマイシンが知られる。他の抗生物質でも、例えばテトラサイクリン系抗生物質のミノマイシンは、自責機への毒性が知られており、めまいなどを引き起こすことがある。ただ、ミノマイシンの場合は、投薬を中止すれば回復する。 ループ利尿薬には NAK2CL 共有相携を阻害することで尿量の増加を起こさせているが体内の NA と系統のバランスも崩してしまうという副作用が存在するこの時内耳のリンパ器の NA と系統のバランスまで崩してしまい結果として寒温難聴を生じることがある投薬を中止すれば多くは 難聴も解消するが、稀に障害が残るケースも存在する。このような利尿薬として、フロセミドやエタクリン酸などが知られている。他にも次のような薬剤で持毒性が知られている。両生類、爬虫類、蝶類、哺乳類が持つ、半器官は、すべて三半期間であるという共通点を持つ。したがって、以降は、半期間の種類に関する記述は省略する。 参考までに、脊椎動物の中で、半器官が二半器官なのは、ヤツメウナギが知られており、半器官が一般器官なのは、ヌタウナギが知られている。両生類の耳は、電音の役目を果たしている、自小骨は一つだけであり、この部分は小虫と呼ばれている。爬虫類の耳は、外耳道が短く、外側から見て、浅いくぼみになっており、前縁を、 方形骨に支えられた鼓膜が見える。また、両生類と同様、伝音の役目を果たしている、自小骨は一つだけであり、小柱と呼ばれている。なお、カメレオンなどいくつかの種類では、鼓膜は皮膚に覆われている。また、蛇や虫と影は鼓膜を持っておらず、自小骨は直接方形骨に接し骨伝導で、振動を伝える。鳥類の耳は、爬虫類と同様、 鼓膜の前縁は、方形骨に指示され、ここからの伝音の役目を果たしている。自称骨は一つだけであり、小柱と呼ばれている。なお、フクロウ科のハスミは、耳そのものというわけではないものの、俗に、フクロウの耳、耳づくの耳などと言われることもある。陸上に住む、哺乳類は、しばしば磁界を動かすことができる。また、同じく陸上に住む、哺乳類の中には、 磁界が体温調節の機能を持っている場合もある。例えば、象はその表面積の大きな磁界を利用して中を流れる血液を空冷している。ちなみに、これは自然界でのことではないが、人が家畜としている牛の個体識別などのための札も、この磁界の部分に装着する場合がある。ある種の哺乳動物の耳に見られる内側にある複雑な流線は、 反響や獲物が立てる音に耳を向けて敏感に受け止める行動の際に役立つ。この流線はフレネルレンズと似た効果を音響上で得る役割を持つとみなすことができ、またコウモリ、アイアイ、ショウガラゴ、オオミミギツネ、ネズミキツネザルなど種に関わらず多様な動物に見られる。陸上の脊椎動物ではほぼ標準装備の耳であるが、無脊椎動物では 専用の耳を持つ動物はそれほど多くない。耳と呼ぶべき構造を持つ動物は以下の通り。耳を持つのは多くは鳴き声を上げるものである。すなわち、音によって個体間の情報伝達をするために特に耳の発達が必要だったものと考えられる。また、ガについては天敵であるコウモリが反響定義をするため、この音波を受信するための適用と考えられる。 ある種の昆虫が持つ鼓膜器は非常に感度が高く他の動物の聴覚器を超えた能力を持つ。ヤドリバエが腹部の両側面に持つ鼓膜器は薄いブリッジを介して外骨格と繋がっているため一つの鼓膜のように振る舞い鋭敏な思考性情報を得られるようになっている。ヤドリバエのメスはオスコオロギの居場所をこの耳を使って わずかな反響の周波数にある違いを聞き取って知る。この周波数の違いを、宿り場へはわずか500億分の1秒の音からも、判断可能で、正確に寄生主へたどり着く。同じような期間は、節足動物も持っており、やはり同様に非常に短い音を聞く。例えば、クモやゴキブリは、足の毛で音を聞き分ける。また、毛虫の中には、 体の毛が振動を感じ取る機関として利用している、可能性がある。音波受容器を持つものに、などがある。いずれも体表面の毛などに空気の振動を受けやすい仕組みがある。蚊は、葉音での情報伝達を行う。何千年も昔から伝統的に磁界のピアスなど宝石等が装飾された。中には、装飾に耳たぶを伸ばして、 大きくする目的を持たせた文化圏もある。しかし一方で、あまりに重い耳飾りや衣服に絡んだりして、耳戒を傷つける事例も生じている。耳、耳戒は外観上目立つ部分なので、イヤリングなどで装飾されたりメガネの装着場所としても利用されたりする。また、コスプレなどにおいて、例えば、バニーガールでは、ウサギの耳戒を模した装飾をつけたり、 ある種の衣装では、他の動物の自戒を模した装飾、猫耳などをつけたりする例が見られる。さらに、そのような人と他の動物の自戒をくっつけたイラストなども存在する。また、耳に関する習慣として、外児童から耳垢を取り出す行為である耳かきのように、日本など限られた地域だけの習慣もある。他、服耳のように、 特定の文化圏で沈重される次回の形状などもある。近年行われるようになった利用法として、皮膚の細胞の採取の場所として、次回があるために目立たない磁界と頭の間が選択されたりもする。他に、体温の計測の時に磁界の中央部にある外耳道が利用されることもある。また、人の磁界は、 人の体の中でも特徴的な形状をしていて目立つ部分でもあるので、この部分にコンプレックスを持つ例も見受けられる。これは美容形成の分野で次界の角度を変えるといったことが行われることがあることからも伺える。中には画家のご夫婦のように自分の次界を切り取ってしまったものも存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。